trial. Let's get started with day 8 for the month of April. Hi, everyone. I'm Steve Ceresi. And I'm Jenny Skidmore. Thanks for joining us. 今月あなたはクルーズ船に乗ってハワイへと向かいます。ということで今回はハワイならではの言葉を練習しましょう。海外に行った時、こんにちは、ありがとうなど基本的な表現を現地の言葉で言うことができれば相手はきっと喜んでくれます。そして何よりコミュニケーションがより一層楽になるはずです。So just learn and use some local phrases. ということで、1回目の挑戦です。It's time for your first try. S.P.R. Training. それでは、まずクイズです。ハワイ語で、こんにちは、さよならは、どのように言うのかご存知ですか？どうぞ。アロハですね。一回言ってみよう。アロハ。では、ハワイ語の挨拶、アロハを使って、この文を言ってみましょう。こんにちは。私のパスポートをどうぞ。こんにちは。このお店はもう開いていますか？では次です。クイズです。ありがとうを表すハワイ語。ご存知ですか？どうぞ。答えは、マハロ。聞いたことはありますか？ You might know aloha. でも、マハロ、初めてかもしれません。一回言ってみよう。マハロ。Good. それでは、マハロを使って、時間内にこの文を言ってみましょう。このホノルルの地図はとても便利です。ありがとう。では次です。クイズです。お花で作ったハワイの首飾りの名前はご存知ですか？どうぞ。The answer is lei. では、lei の入った文です。こちら。この lei の花は綺麗ですね。ありがとう。この lei はいい匂いがします。特に白い花が。それでは次です。クイズです。ハワイの首飾りのレイによく使われる花の名前はご存知ですか？どうぞ。答えは一つではないです。僕は言ってみますよ。オーキッド、ランのこと。プルメリア、カーネーション、and ハイビスキス、など。では次の文です。これは何という花ですか？これはランだと思います。オーキッドを使ってどうぞ。Okay, how was your first try? 一回目の挑戦はいかがでしたか？ここで回答例を一緒にチェックしましょう。Here we go. こんにちは、さよならなどを表すハワイ語は Aloha. こんにちは、私のパスポートをどうぞ。Aloha, here's my passport. 何々をどうぞ。Here's my 何々。Here's my passport. こんにちは、このお店はもう開いていますか？ Aloha.Is this store open now? ありがとうを表すハワイ語は Mahalo. このホノルルの地図はとても便利です。ありがとう。
This map of Honolulu is so useful. Mahalo. 花で作ったハワイの首飾りの名前は？レイ。このレイの花は綺麗ですね。ありがとう。The flowers on this lei are beautiful. Mahalo. この lei はいい匂いがします。特に白い花が。This lei smells nice, especially the white flowers. いい香りがしますっていうのはもしかして nice smell。例えば This lei has a nice smell。もちろん通じますが、いい匂いがしますっていうのはSmell を動詞として使った方がわかりやすいです。This lei smells nice. ハワイの lei によく使われる花の名前は？ Orchid, Plumeria, Carnation, Hibiscus. など。これは何ていう花ですか？ What's the name of this flower? これは蘭だと思います。I think it's an orchid. Okay, did you understand today's phrases? それでは、今学習した表現をテンポよくもう一度言ってみましょう。解答例と同じでなくても大丈夫です。2回目の挑戦です。It's time for your second try. こんにちは、さよならなどを表すハワイ語はアロハ。こんにちは。私のパスポートをどうぞ。アロハ。Here's my passport. こんにちは。このお店はもう開いていますか？アロハ。Is this store open now?ありがとうを表すハワイ語は？マハロ。このホノルルの地図はとても便利です。ありがとう。This map of Honolulu is so useful. マハロ。花で作ったハワイの首飾りの名前は？レイ。このレイの花は綺麗ですね。ありがとう。The flowers on this lei are beautiful. Mahalo. このレイはいい匂いがします。特に白い花が。This lei smells nice, especially the white flowers. ハワイの lei によく使われる花の名前は？ Orchid, Plumeria, Carnation, Hibiscus. など。これは何という花ですか？What's the name of this flower? これは蘭だと思います。I think it's an orchid. Okay, time's up. How was your second try? Was it a little easier that time? Now you're ready to arrive in Hawaii. Be sure to use those phrases on Friday. So everyone...Get on board. And let's practice speaking together. See you next time on... 英会話 Time Trial. Bye-bye.